さすがは冒険者。未知の大陸への旅に期待で胸がいっぱいって感じだな。それぞれに自分なりの目的があるにせよ、今回は世界の危機を救う旅ってわけでもないしね。まずはこの冒険を楽しみましょう。最初から気を抜くなよ。地図上ではトラル大陸との間も近く見えるかもしれないが、遭難事件が後を絶たない死の三角海域をはじめ、リムサ・ロミンサのメルビブ提督が発見した安全航路があるとはいえ、まあ私がこっちに来た時は特に何事もなくて拍子抜けだったけどな。だとしてもその航路を通ってきた経験者がいるのは心強いわ。当てにさせてもらうわね、ウクラマタさん、エレンビルさん。お、任せとけ。はい、そろそろ出航するぞ。準備はいいか。乗船するぞ。こうして俺たちを乗せた船は出航した。80年ほど前にケテンラムという一人の冒険者が発見したエオルゼアのはるか西に位置するトラル大陸に向けて、待ってろよ親父。継承の儀を勝ち抜いてトライオラの王になるのはこの私だ。航海は順調か？ああ、ここまではな。だが海ってのは急に表情を変えるからな、いつ嵐が来てもいいように備えとけよ。なら今のうちに休んでおくか。シャーレアンを出て随分経つのに見えるのは水平線だけ。分かってはいたけどトラル大陸は遠いわね。そういえば
乗り合わせた人たちの中には何度かトラル大陸を訪れている人がいるみたいなの。継承の儀やトライオラについて話を聞けたわ。まだまだ後悔は続くでしょうから、あなたも聞いてみたらどう？どんどん揺れが大きくなってきたわね。どう？船酔いの具合は。バカ言うんじゃねえ。この私が船酔いなんざ。ただちょっとばかり気持ち悪い。それが船酔いって言うんじゃないの？エレンビル、君もトラル大陸の出身らしいね。ならば向こうにはビエラ族の集落が？現地じゃシャトナ族って呼ばれてるんだが、主に大陸の北側サカトラルで暮らしてる。ご家族もそっち？さて、父親は生まれた時からいなかったしな。名前すらわからないってのが正直なところだ。だが母親は、どうやら状況はあまり良くないようだね。私たちもできることを手伝おう。後にも先にも俺はあれほど荒れた海を見たことはない。
熟練の船乗りさえもが高波と強風に翻弄され甲板を滑り落ち、そいつを助けようとしたアリゼーまでも危うく海に放り出されるところだった。片や冒険者は魔障壁発動機をやたらと的確に起動して落雷から船を守っていたな。普通に生きてれば使うことのない代物だと思うが、一体どこで覚えたやら。もちろんムクラマトも救助に奔走していたさ。どっちが要救助者だかわからないありさまだったかな。そんなこんなで嵐が過ぎ去る頃、俺たちはトラル大陸を見ずして疲労困憊のありさまだった。今にして思えば、この嵐から俺たちの継承をめぐる冒険は始まっていたんだ。お前も起きたか。嵐が過ぎたらちょっとは気分がマシになったけど、大地の上じゃないと落ち着かねえぜ。早くトラル大陸に着かねえかな。見ろ、海鳥が飛んでる。陸地が近いって証拠だ。もう少し辛抱するんだな。一時はどうなることかと思ったけど、無事に到着できそうで何よりね。怪我を負った船員を見てきたけれど、容体は安定していたよ。この分なら彼も大丈夫だろう。何よりだ。それならここトライオラの近海は岩礁地帯になってる。大型船じゃこの辺りまでが限界なんだ。
何気にするな。それが俺らの仕事だからよ。むしろあれだけの嵐に遭遇して何の被害も出さずに済んだのはあんたらのおかげだ。みんな継承の儀で勝つのはあんただって言い始めてる。これじゃ賭けにならねえよ。お前らの期待に応えて王になってみせるぜ。まだ船酔いが。俺たちで最後だ。他に言い残したことがないなら行くぞ。青い空と海、そして未知なる冒険。さあ、いよいよだね。随分と楽しそうだな。ほら、見えてきたぞ。私たちの新しい冒険の舞台が。あれが私の生まれ育った大地。そう、トラル大陸だ。部族国家とは聞いてたけど、本当にいろいろな種族が暮らしてるのね。あそこにいるのはバヌバヌ族に似ているけれど、羽の色味が違っているようだ。お前らにとっては珍しいものだらけだろ。航路が確立してるって言っても、海を越えてやってくるやつなんてほとんどいねえからな。おまけにトライオラには遠洋航海できる船がねえから、出ていくやつだってまれだ。傭兵志望のマムージャ族がリムサロミンサの商船に乗ってたまにエオルゼアへ渡っていくぐらいだな。つまり我々はこの国ではとても珍しい存在だということだね。ところで、
勝手に上陸してしまったけれど、入国手続きは必要ないのかしら。ヘン、お前たちと一緒にいるのが誰だと思ってんだ。トツ国からの来訪者のようだな。ええ、そうですな。我がトライオラでは現在、次代の王を決める儀式が行われようとしている。そんな時に怪しい輩が入り込まぬよう、目を光らせているのだ。お前たち、何しにこの国へ来た？悪い悪い、こいつらは私の協力者なんだ。クラマト様、王女のお連れの方々でしたか。大変失礼いたしました。いいっていいって、仕事熱心な兵に恵まれて王女として頼もしいぜ。では我々はこれで。へえ、本当に王女様なんだ。どこからどう見たって王女だろうが。ま、それはさておき。よく来たな、トライオラへ。お前たちを歓迎するぜ。